今日は皆さんにパラオの話をさせていただきます。実は私、知らなかったんですけども、もう橋が倒壊してしまって、大変な目にあったということなんですよ。韓国が作った KB ブリッジと言いますけども、これがもう作った当初から、真ん中が引っ込んだり、ひびが入ったり、もういろんなことが起きたんですっ、ね、て、そして20年後にはとうとう倒壊してしまったんです。それとも大パニックですよ。そしてそれを助けてくれたのが、日本だそうです。 日本には心から感謝してます、みんな言います、友人たち、まあ、先輩方が多いんですけども、本当に日本はありがたいよってずっと言ってるんです、そして鹿島建設、もう心から感謝してる、神様だという人もいましたね、橋が倒壊して日本が助けてくれたんですって、いやー、びっくりですよ、この話、本当に私知らなかったの、だからこの話を聞いたときには、私も感動いたしまして、だから皆さんにもお伝えしたいと思います。 今日はケービーブリッジ今日本パラオ友好橋その話をさせてもらいますパラオは1920年国際連盟の委任によって我が国の一部になったんですそして戦争に敗れた日本去っていくんですでその後アメリカが入ってきて約50年間統治したんですそのアメリカの言いつけによって橋を作ったんです バベルダウブというでっかい島があって、そこから中心的なコロール島。バベルダウブには飛行場がある。そして中心的な町、コロールに橋を架けるわけですね。これアメリカが行ってですね、で、韓国の会社で決まったんです。鹿島建設と見積もりの勝負になったんですけども、なんと半額で韓国の会社が落としたわけです。そして橋を架けた。それが KB ブリッジです。 ところがまあ、とにかくいろんな問題が起きたんですね1977年に韓国の建築会社がコンクリート製の橋を架けたんですねコロール島からバベルダオブ島へ結構立派な橋だったみたいなで設計上は風速67メートルのまあ台風それでも耐えるということになってたんですけどももう完成から20日もしないうちに 真ん中の方が引っ込み始めたんですそしてなんと陥没したわけです、真ん中の方が、これびっくりです、もう二十日後にはもうポコッと穴が開いてたぞこの橋にはこう何、横の方にこうにライフラインがもう一緒になってたんですよ、例えば電気、水道、電話、そのライフラインですね、そしてこれが崩壊とともに全部ぶち切れちゃった。 そしたらもう大パニック全てが止まっちゃったんです。うわーということでもう首都キロ全くできなくなっちゃって、で、当時の中村国雄大統領日系人ですけども、この方が国家非常事態宣言を発令するぐらいだったんです。本当に大変だったと思いますよ。暗黒の9月事件なんても呼ばれてます。ほう、これすごい。 なんと言ったらいいかもう大パニックを起こしたことは間違いないことですその後パラオ政府はもうどうしたらいいものか、大変な目に遭ったということです、そして再建したいのは当たり前です、だってライフラインも通ってて、この橋がなければ空港にも行けないわけですから、もう大パニックを起こしながらも、一生懸命パラオ政府はなんとかこれを直してくれ、これを保証してくれ、もう韓国政府にもお願いしてる。 そして建築会社もうないんです。潰れたかどうか分かりません。もうないんです。だから一切責任取らない。お金も出さない。いやいやもう頭抱えてしまったわけです。するとやっぱり最後は頼りになるのは日本なんです。もうパラオ政府が財政的な理由です。それによってこの橋、これをまたかけることを 自己資金がないわけですから、もうけだ、諦めるしかないんです。この k b ブリッジっていうのは、いや、最初からなんか手抜き工事を疑ってたようです。パラオの人々も。ですから、もう自分で防御してるんですよ。こう、車、橋を渡るときは、窓を開けて、いつでも逃げられるようにいう意味ですね。そして、そろーり、そろーりとゆっくりと走ったというんです。 びっくりですこういうこと、分かっていたみたいです、パラオの人々は。で、橋が崩壊したんですけども、そのビーブリッジはもう跡形もありません。そして、そこに韓国が作った橋があったという石碑みたいのがあるんです。そしたら、その石碑、よく見たとですね、コリア、コリアの会社が作りましたとか何度とか書いてあるんです。 それをこの「コリア」という文字をもう誰かがもうとにかくナイフか何なんかで削り取ってあるんですがんかやっぱり恥ずかしかったのかもしれませんね削り取ってやるのそれから5年後です完成したんです2002年1月に橋は完成しました1月11日に開通式典 通りましたできました完成しましたこの開通式典が行われたわけです。この新しい橋のたもとの方です。そこに記念碑がある日本・パラオ友好の橋、ジャパン・パラオ・フレンシップ・ブレッジと刻まれております。で、日本の日の丸とパラオの国旗。 それれがもうこうしててちゃんんとこう飾られてるんですで石碑みたいになっててもうこれは友情の証だ日本には心から感謝してるこれをしっかりと表に前面に出してるんですいやこのね友好の石碑があるそしてその向こうに橋があるんですこれ見たらもういつも私は誇らしいんです やっぱり日本がやってくれたんだみたいなパラオの人々みんなありがたいと思ってるすごいな日本は最高だみたいな感じでもう私自身が嬉しくなりますそしてパラオの人々も感謝の心をずっと持ち続けているんですあの日本式教育世代日本語を話せるおじいちゃんおばあちゃんのみならず若い人も子供たちもみんなこれは日本が作ってくれたパラオ日本 仲良くしよようこの証だよ日本パラオ友好橋って言うんだ子供たちに教えるそうですお母さんが。いや最高の気分、本当に嬉しいんです皆さんもパラオンに行かれたときは、この橋をしっかりと見てください、必ず通りますから、だって空港からバベルダウブ島と言いますけど、そこから一本道しかないんです。 中心的な町、コロールに行くには、だから絶対に通ります。ああ、こんなことがあって、この橋はできたんだ。日本とパラオの友情の証日本パラオ友好橋、必ず見てくださいね。素晴らしい友情です。日本パラオ、ありがとうです。